職場の環境づくりとして最も影響するところになってくるので、最初の時から礼儀作法の部分を教えておかないと後で修正しにくいんですよね。この会社をもし辞めたとしても、その子がすごく社会人として礼儀作法だったりスタンスができてるなって評価される人になってほしい。皆さんこんにちは、パリジェンヌらしる人の清水さやかです。今日は、私が最も重要視しているサロン教育での上での、心構え、礼儀作法っていうところをお送りしていきたいと思います。早速なんですけど、社員教育を行う意味っていうところで、まず社員教育を行うとどういうことが起きるかっていうと、まずは、顧客満足度の向上で、高い技術だったりとか、接客力の習得っていうところも、礼儀作法の、教育なんかでも伸びていきます。あとはその次に組織力の強化で、この部分では、管理だったりとかマネジメントの部分に直接関わってくるところになるかなと思います。で、3つ目なんですけど、社員帰属意識の強化で、働いているスタッフがサロンで働くことの、メリットっていうところを、しっかりと考えながら、働いていけるっていうところが、まず礼儀作法の、メリットっていうところになってくるんですけど、経営者管理者が、重視するべき社員教育っていうところで、一番にやっぱり考えるべきところは礼儀作法だなっていうふうに私は思ってます。で、私自身やっぱり、サロン経営16年目なんですけど、こうやっていく中でしっかりと社員教育を最初の時から礼儀作法の部分を教えておかないと後で修正しにくいんですよね。なので私なんかで言うと、一番最初にスタッフにまず伝えるのは、日報なんかも初日から書く会社さん多いと思うんですけど、日報の部分でもまず書き物は8割埋めろっていうところは徹底してます。結構みんなに報告書書いてねとか日報書いてねってこう簡単に言ってしまうと、A4 の紙にスカスカで書く子もいればぎっしり書いてくる子もいるんですけど、まず仕事の姿勢として頭を使って、その自分の振り返りだったりとかその反省を次に生かして自分が成長しようと思ってたら、そもそも書き物に関してはしっかり埋まるよねっていうところが基本になってくるので、一番最初に入社した時に私なんかは書き物は8割埋めましょうっていうところをまずお伝えしています。で、礼儀作法なんですけど、礼儀作法に関して今日はしっかりお伝えしていきたいと思っているので、まずビジネスマナーとしてしっかり必要な部分で、仕事をしていく上での心構えとして、3つ、簡単に言ったら3つ重要なポイントになってきます。まず挨拶で、挨拶に関してももちろん社内でもそうなんですけど、まずおはようの挨拶から、働いているスタッフ間でのこの挨拶っていうのも、自分のモチベーションが低い時でもしっかりと明るく高く電話だったりとか挨拶だったりできる人っていうのは、その場の空気を良くしてくれるので、皆さんがまず働きやすい環境になったり、もちろんそれがお客さんに伝わったりとすると思うんですけど、この挨拶でも抜けてほしくないのは、お客さんに対してだけではなくって、お客さんだったり一緒に働いてるスタッフだったり、もっと言ったら例えば配送屋さんだったりとか、とにかくその日会う人全ての人に対しての挨拶っていうところの一つ目と、で次に言うのが感謝です。で、感謝っていう部分では、この感謝の気持ちがなければ、相手に対してやっぱり明るく接しれないっていう部分だったりとか、自分の感情ってやっぱり相手に伝わりやすい部分になってくるので、しっかりと挨拶した上で感謝の気持ちを常に持つように心がけていくことが礼儀作法につながると思っています。で、最後なんですけど、謙虚、3つ目謙虚っていう気持ち、謙虚になる気持ちを、忘れずに、ちょっと忙しいからって私忙しいのよっておごったりとか、ちょっとサロン内で成績がいいからっておごる感じにならないように、しっかりと、初心を大切にしながら謙虚な気持ち、この3つっていうのは非常に重要なポイントになってきます。で、今お伝えしたこの3つ、挨拶、感謝、謙虚っていうところは、仕事をする上でのスタンスだったりとか姿勢っていう部分を学んでいくところになるんですけど、職場の環境づくりとして、最も影響するところになってくるので、やっぱりその会社に働いてて、充実してたりとか、この会社で良かったって思うのって、まず人間関係だったりとか、そういう気持ちのいい部分だと思うので、この3つをしっかり大事にしていきましょう。
で、以前にもブランディングの、回でお伝えしたんですけど、同じように職場環境っていうのも同じようにサロンの理想像を考えるっていうところからまずスタートして、ではその理想像になるために近づくために行っていくのがサロンブランディングですよ。その結果理想的なサロンの姿になっていくと、経営者の方だったりとか、もちろん店舗の店長さんだったりとか、このサロンがどういうふうな職場環境だったら理想像かっていうところをしっかりと考えた上で、そこに近づく活動を行っていくことで、自然と礼儀作法も備わっていくかなと思います。では、ここで皆さんに質問です。今から2つ言うんですけど、市場価値が高いのはどちらの人材でしょうっていうところなんですけど、まず、1つ目、所属している会社だったりとか、自分の会社のサロンのプロになる人なのか、この業界だったりとか仕事のプロになるのか、どっちが市場価値が高いかっていうところを今一度ちょっと考えてみてください。うちの会社で、うちのサロンでこういう風になってほしいっていうことだけでぶつけるんではなくって、例えばその人一人の人生で、入社してきました、で次の例えば辞めてしまってサロンに行く場合だったりとか、そういった時にもう人間性として、その人のスタンスが評価されるような人間に育てていくっていう部分で、社員教育だったりとか礼儀作法っていうのは伝えていくことが重要になるかなと思います。なので、今働いてるサロンで、活躍する人材を育成するのではなくって、どのような職場環境でも活躍できる人材を育成していくように、礼儀作法だったりとか社内教育っていうところは行っていきましょう。なので私自身も、礼儀作法っていう、そもそも力を入れ始めたっていうのが、やっぱり店舗数が増えてきた時に一番力を入れたんですけど、でその時に、やっぱり自分の視点だったりとか、考え方としては、この会社をもし辞めたとしても、その子がすごく社会人として、礼儀作法だったりスタンスができてるなって評価される人になってほしい。今はここで働いてるけど、この人の人生の中でこの会社で働いたことによってすごく成長できたなって思ってほしいと思って、礼儀作法の研修なんかは社内教育だったりとか全体会議の中ですごい入れてきました。で、もちろん自社の中でも礼儀作法だったりとかは会議でやるんですけど、社外の、講習に行かせて、でそれを、レポートにまとめて、その子が全社員の前でプレゼンしてっていう感じで、見直しっていう感じで、時々名刺交換の仕方だったりとか挨拶の仕方だったりとか、もう自分から挨拶しようねっていうことが、あれ最近抜けてるなって思うたんびに、礼儀作法の、会議なんかは入れてきた感じです。なので、挨拶とかマナーだったりとかが、正しくない場合、前職の、教育内容だったりとか職場環境っていうのを、見られてしまうし、それが結果として、その会社の評判にもつながってくるっていうところで、これからの採用活用にも結果的に影響が出てくるんですね。簡単に言ったら、結果ブランド力にもつながってくるっていうところで考えると、私が持ってるサロンだったらレアっていうサロンなんですけど、次の職場にうちの社員が行った時に、レアさんって、人間関係悪いんでしょうって言われるのか、レアさんで働いてる人ってみんなすごくマナーだったりとか礼儀作法がしっかりしてるよねっていう、社内のこの評判だったりとかブランドっていうところに近づいてくるので、とってもその社員教育礼儀作法っていうところは、その人の人生の中でも自分の会社にとっても、いる時だけではなくって辞めてからも考えても皆さんにつながってくるところになるので、徹底してもらいたいと思います。はい、では、総まとめで言うと、まず持つべき視点っていうのは、社員のこれからの仕事人生を背負う、まず覚悟っていうところと、社員教育にはまず重視すべき、礼儀作法っていうところをしっかりと経営する上で、あとリーダーだったりとか、もちろん経営者の方っていうのはこの礼儀作法っていうところを、重要視して行っていくことが、サロンの発展だったりとか、以前お伝えしたブランディングにつながっていくと思います。では、私自身の経験も踏まえて、やっぱり、社員教育でまず重要視すべきところ の一番重要なポイントっていうのは、礼儀作法だと思っているので、皆さん の会社のブランディングだったりとかにもつながってくるところになるので、ぜひ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。皆さんいかがでしたでしょうか。
このチャンネルではパリにちなんだことや美容にちなんだことだけじゃなく、経営についてやサロンマネジメントについてもお送りしていけたらと思っております。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。